はい、夜プレイです。来た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 、やっぱり賢いなお前。あ、どれだもんか、みんな来ました。え、ハッチもか、ハッチも言うてんかお前なあ。まやちゃん、さあちょっと時間ね、だいぶ過ぎてます。何をやってたか言うと、これ、ね、センサーで反応するようにやって、今原因が分かったけど、これで治ったかは分からないですよ。ネジが外れてました、センサーの重量を感知するところの。これで大丈夫と思うんですけど、まだ分かりません。今ちょっとリセットして動かしてるけど、ね、これで乗って果たして入ったら回るかっていうことです。これ回ったらね、完璧だけど、ね、まあ、一応ね、うんこを今からにして、ね、今からからにして明日の朝ここに溜まってたら治ったということになります。はい、まあ、送ってくださった方ありがとうございますね。これくださった方がね、あの原因を調べてね、教えてくれてます。まやちゃん、さあどうやるの？何？えらいクロちゃんかわいいよ、今日は。ねえ、ほんと昨日、添い寝のね、詐欺タイトルということで、まあ確かに、添い寝言うのはね、違ったかもわからんけど。ね、はい、りょうちゃん。なかなか難しいですね。そういうね、でもエルサちゃんのは早そうな気がするんだけどね。ちょっとなんか歪んでるね。はい。クロちゃんちょっと届いて。誰おる？あ、あれエルサちゃんがおるよ今日。あれエルサちゃんがおるの？なあ。エルサちゃん。あ、かごりでいってる。クロちゃんもモカちゃんとかって、ね、あれやね、モカちゃん舐め立ってんの、クロちゃん、ね、な、ね、エルサ幸せやな、娘二人に囲まれて、孫と。今日は水曜かね。今日は水曜。どうしたんや。うわー、でドラちゃん。ドラちゃん。ポン様お腹減ったわ。トイレの砂を変えたりしてて結構時間もらってたんですよ。これもね、自動トイレが回らんで、どうやってたら。クロちゃん何してんの？えらい今日は甘えたやな。まあ今日ヘルプさんちょっと休みなんでね、トイレかもしれんね。な、甘えちゃったと思う。あ、甘えちゃん入りました。入れ、入って回転したらそこで OK やね。目の前で入ってくれ。クロちゃんエル、あ、入らなかったな。クロちゃんエル舐めてくるな今日は。なあ、おいで、かわいいなお前な。ほんまマルちゃんの昔とよう似てるな、ね、
こんな子がね、野良猫でおってね、ほっとけるか言うたらほっとけないでしょ、こんだけ懐いてたらね。ほんまの猫好きだったらほっとけないのも、こういう子が野良でこうですね、来てたらこんだけ懐いてる子が来たらね、ほっとけないですね。さあ、それで これ下にあったやつをこれ持ってきたんですよね。1回のやつは同じやつね、2個並べてやってます。どうやろう、また取れるかな。水つけて今やってんけど、今とも取れてんの。5分ぐらい経過したんちゃう。今5分59秒の動画が。それと前の前回の砂は失敗したんで、今回またね、これあのドラちゃんが今さっきしてたトイレのね砂、ちょっと中ぐらいの砂やねんけど、これやったら匂いも待ちちゃうかなと思ってね。この砂結構いいんですよね。ちっちゃくないし大きいけどちょうどいいサイズ。どうやろうこれね、ちょっとこれ様子見えないけど、ここまで落ちてる。それでは、はい、セブンちゃん、セブンちゃんにちょっとずつ寒くなってきてんね。砂がまた落ちてる。ここも粉々になるまでね、そうたんで、もうあの今日さっき買いましたね、前にいただいたね、あの何でした、あの砂ね、結構この砂いいんですよ、おから砂ね。二層式のやつが一番いいけどね、パイプ二層式。一番ちょっと大きいんですよ。だからちょっと、なかなかね、飛び散り防止にもいいし、一層式はやっぱりちょっとね、飛び散りするんやけどね。どうしたの、クロちゃん。あ、こうのおりやん。またマツコちゃん。なあ、そうじゃん。サボないか。どうしたんや、クロちゃん。何考えてんの。うん、セブンちゃん、かわいいなお前ね、ほんまにかわいい顔してる。怒るときはほんまに大きいね、怒っとるけど。はい、ネロちゃん、最近ちょっとずつね、ネロちゃん変わってきてくれてますな。はい、よしよし、はい、食わないな。ポンさん入ったからです。じーっとしてるときもあるしね。なもうサブなんで、今日の温度は 18.68。 まあまだ寒くはないけど、だん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 寒くなると思います。はい、みこちゃん、みこちゃん、みこちゃん、ちょっと見ようと思う、うん、何やこれ、逃げるんかよ、みこちゃん。はい、おーちゃん、あ、リングちゃんやってみましょう。リングちゃん、あとおーちゃん、かわいいね、おーちゃんね。ね、この甘えた声がかわいいね。にゃーんって言うてみ、この泣き方がまたかわいいね、おーちゃんね。すりすりすり、にゃーんって言うてみ。よしよしよし、かわいいな、おーちゃん。おーちゃん、これでハッチは中入ってますよね。ちょっとまあね、訓練、ハッチの、ね、トイレもこれに変えてます。今日からやね。匂いも増しちゃうかな、こっちの。アルタがね、多分これがその例の、ね、砂やねんけど、これ意外と臭くないんですよね。ドラちゃんので使ってねえけど、あ、ドラちゃんの使ってるから、ドラちゃんがよくするといいやけどね。はい、レオちゃん、まあ、今週にあの土曜日頑張って、あれ例の何でした、無人茶は何やったかな、出てけ、メンバーシップか、メンバーシップやりますんでね、まあ土曜日にはできるか分からんけどね、
メンバーシップやるんで皆さんよろしくお願いしますね。特別な動画としてはね、やっぱりこの子たちのことにね、野良猫について語りたいなと思います。そちらでね、今はサブサブで語ってたけどね、そのメンバーシップでも語りたいなと思います。まあ、トイレね、トイレの話、ポンさんはトイレの話、ね、トイレの話で発散するというね。やっぱりね、バイクとか車も好きやけど、今は猫ちゃんにね、やっぱり一番ね、やってるんでね、もう車にお金もかけるけど、車よりも猫ちゃんっていう、今はね、猫の幸せのことにちょっとずつもお金かけて、ね、趣味よりも、まあ、こっちの方が趣味ね、一番の趣味がわからないでな。すごいハウスをこれからもね作っていきたいと思うんでね、まだまだアイデアね、いろんなアイデア考えてやっていきたいと思いますな。やるよポンさんは。もっちもっちもっち、おいで。クロちゃんが今日はえらいやたらと来るね。なあ、寂しかったんか。なあ、まやちゃん、まやちゃんも来た。まやちゃん、まやちゃん、ピーンって尻尾立ててね、かわいいね。一日でええからポンさんも猫になってみたいね。いっぺん猫になってこの子たちと過ごしてみたいな思うね。かわいいなお前。何に今日は、なんでそんなに懐いてんの今日は。なあ、ね、あっちは頑張れよ、おしっこのね、ちょっと心の中でな。あっち、なんなのこれ。じゃんにゃーんって、ほんまに可愛いなお前な。よしよし、いっぺんここでほんま寝てみたい ね。無人カメラで映ったらやっぱりまずいからね。ドラちゃん、ドラコちゃん、あ、ミコちゃん出てくるかな。ミコちゃん、まあこういうのもね見れたら安心してもらえんちゃうかな。ミコちゃんがこなして動いてるシーンとかね、これちょっと今のとこしっついてますね。なあ、何舐めてんのクロちゃん今日は。やたらとね、まあこんな感じのまったり動画、最後にレオちゃんの映して終わりますね。最近はちょっとね、プレミアも面白ないいう声もある中でね、ちょっとだけね、やっぱりポンさんも映ってほしいこともね言われてるんで、ちょっと今切り替えて映しますね。はい、あ、ちょ、はい、ポンさんですね。皆さんこれからもね応援よろしくお願いしますね。ポンさん見たいいう人もおるみたいなんでね、ちょっとだけ映しておきます。黄色のねこれ、はい、それではレオちゃんに切り替えます。あれ、はい、この携帯切り替えできるからいいね、途中でね。レオちゃん、はい、ね、耳かきしたろうか。はい、まあやっぱりあかんね、レオちゃんも。なかなかね難しいことですね。今日はヘルプさん動画もね見てもらえたと思うんでね、ヘルプさんやっぱりすごいと思いますね。それではこれぐらいしておきます。はい、以上です。